交通銀行は8行5歩の一つである1908年に設立された。本社は上海・保島新区。2004年に HSBC が資本の19.9%を取得した。2005年には上海証券取引所。2007年には香港証券取引所に上場されているゴールドフィックスに参加している。 中国大陸側の交通銀行は中国の五大銀行の一つになっている。2012年7月16日、中国銀行に続き台北に支店を開設した満州国総理の抵抗書が大事を書き現在も使われている。1906年に当時の新庁が郵便、電信、交通事業を管轄する郵電部を設置。これを受けて郵電部証書の陳壁が 交通、電信関連の為替や、現金収受や、国庫の収支の管理及び小切手の発行等の業務を行う銀行設置を建議した。翌年に、漁師医学へ感染を、ベルギーの企業から取り戻すために設立を提案した。1908年3月4日、交通銀行が北京で設立され、同行は、鉄道の買い戻しに必要な資金の半分以上を提供した。 ベルギーの企業とは中国鉄道研究会社ソシエテ、D ・エチュード・デシーマン・デファー・ EN ・シーヌのことであった。この企業は1897年3月にパリバとベルギー総合会社が筆頭株主となって資本金25万フランで設立していた。その後の侵害革命で交通銀行は北京政府の所轄となるが、北伐終了後の1928年に 一般商業銀行へ転換し、本店は、上海市は一旦14号に移転。1935年には法兵を発行する4、銀行の一つとなり、国境内線に至るまでその地位を維持した。旧交通銀行南港分港1949年に、国民政府が台湾に移転したのに伴い、交通銀行も移転したとされている。 ただし、交通銀行は中国側にもそのまま存在しており、中国の交通銀行は後ろ身であり、台湾の交通銀行は新設の銀行という見方の方が正しい。大陸側では1951年に本社を北京へ移転した後、1987年に再び上海へ本社を移転した。2006年8月21日、台湾側の交通銀行は、 中国国際商業銀行と合併し消滅した旧交通銀行の対交通銀行大連市分校。ありがとうございます。